こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、まあ、プリン、手ぬぐいの中で、まあ、一番気になるところで、この本染めの手ぬぐいとプリントの手ぬぐいの違いについて、まあ、よくね、言われるのが、価格が違う、ね、まあ、一番ね、強いところなんですけど、これが違うということでね、まあ、本染めは、まあね、職人が作るということで手作りやっていうことで高くなる、プリントは機械を使うので安くなるというところなんですけども、もう一つが、やっぱ手触りですね。手触りで、手触りというのはどういうことかというと、まあ、本染め中線の方は本当綿本来の柔らかさっていうのを持ったままなんですね。ですから洗えば洗うほどふわふわしてきて、まあ、昔はね、赤ちゃんのおしめなんかに使われてたのがこの手ぬぐいですので、まあね、赤ちゃんの肌にも優しいということで使われてましたね。ところがこのプリントの方はやっぱり、プリント面が若干硬いんですね。まあ、この硬いっていうのを、プリント面が硬いっていうのをちょっとこの具合悪いということで、顔料じゃなくて染料のプリントっていう反応染料を使ったプリントの方法、こういった方法もこの頃できてきてますけども、やっぱりまだ、この染料プリントにすると本染めの、ね、手ぬぐいのあんまり変わらなくなっちゃうということで、やっぱり顔料のプリントの方が値段的に安いんでね、そちらの方を対応することが多いんですけども、まあ、そうするとやっぱ硬いっていうのが弱点なんですね。だからまあ、それぞれ あのいいところあります。あの本染めが柔らかくなって、顔料はやっぱ硬いんですけども、細かいデザインという表現がしやすいのがこの顔料プリントの手ぬぐいなんですね。ですから、まあ、それぞれいいところがありますので、一度ですね、このデザインというのを我々に見せていただきたいですね。でこのデザインでしたらこちらの方がいいですと、まあ、どうしても細かいデザインでも本染めにどうしてもしたいんですよということであれば、この線の太さを2ミリぐらいしてほしいですよとかね、そういったお話になります。まあ、逆に、若干硬くてもいいんで値段をどうしてもということであれば、この顔料プリントをお勧めするということもありますので、やっぱりこの辺をですね、デザインを見せていただくというのが一番、早い方法やと思います。ぜひね、一度そんなんでオリジナルの手ぬぐい作ってみてください。よろしくお願いいたします。